はい、皆様こんばんは、カズチューブです。さあ今回は皆様のコメントをご紹介するバージョンでございますね。今日負けた後のオリックスさんが負けた後の皆さんのコメントでございますね。この前は勝った後だったんだけど、さあどんな風にテイストが変わるか皆さんの意見でございます。勝負ごと、勝つこともあれば負けることもある。プロ野球全部は勝てません。しかも今日はオープン戦でございます。さあコメントいつもたくさんありがとうございます。アトランダムに、まあ、全部はご紹介できませんが一部ご紹介してまいりますね。究極の SA さん、お初にお目にかかります。もうまだ会ったことはないよ。初めてコメントさせていただきます。これはそうだな。野手陣はここぞでの一打が少ないのは気になりますが、これから上昇してくれるかなとも思います。投手は先発が丸、中継ぎ三角の状況現状かなと思いました、ということ。まあまあそうね、まあ好不調はあるわな、みんなね。モーリーさんは、初戦はオープン戦とはいえこの負け方にはがっかり。おお、なるほどな。ちょっとがっかりされてます。オケさん、厳しいかもしれませんが、やっぱ厳しいコメント続くね。若手はもう少しアピール、パンチが欲しいかなと。なるほどね。中継ぎは少し枚数の不足が否めないですかね。そうかな、まあ、今日はまあそんな感じには思えるけど、もし明日勝ったらまた意見変わるよきっとね。それから渡嘉敷一九さん、いつもありがとうございます。ソタニは良かったですね。シーズン最終戦の勝利が思った以上にソタニを成長させたのかなと期待したくなる内容でした、ということですね。一方実績のある人たちは良し悪しが分かれましたね、ということですね。おっしゃる通りです。総会王さんは、先発の曽谷投手は直球の球威が途切れず、変化球も鋭く大きく曲がるナイスピッチでした。まあ基本そう、本当力強いボールだったよね。はい、ありがとうございます。それからシャコさんは、大前さん実況お疲れ様でした。キャンプで能見さんや中島監督が投手陣の仕上がりが遅いことを気にしていましたが、その不安が顕在化してしまった感がありますね。いずれにせよ開幕までにはなんとか調整間に合ってほしいと思います。おっしゃる通りでございますね。まあね、ちょっと遅いという話もあったけども、まあその遅いという意識があるんであれば、ここからテンポ上げていけると思うんですよね。ありがとうございます。加藤博さんは、大前さんお疲れ様です。今日のポジは曽谷君の投球内容、マチャドの高速チェンジアップ、T の打席でのどっしり感、東さんと阿部ちゃんは、大丈夫でしょう、しっかり調整すればって今までキャンプしてきてるんですけどね、ということまあね、まあいろいろその調整のスピードもありますからね。中山博さんでいいのかな。今日は残念でした。明日頑張ってリベンジしましょう。そう、切り替えていきましょう。山っちょさん、そったん無四球ピッチあっぱれ。おっしゃる通り、オープン戦だからですかね。打ち込まれている時にベンチから間を取りに行ってあげてもよかったんじゃないかなと思いました。あくまでも個人の意見です、ということ。まあね、オープン戦なんでね。ハーナさんは、まだ映像は見られていませんが、そったんは先発ローテーション一歩前進かな。まあ入ってきてほしいね、本当にね。今シーズンいかに四死球を減らせるかがポイントかと思います。今日四球なかったんだよね。琴の織姫、アピールの場だと思うので、後半から無得点が残念です。ヒットも大事ですが、ここぞで一打が出ないとサバイバルに生き残るのは難しいかなと。若手に関してはクラッチヒットが欲しいですね。今日ゲッツー多かったもんね。はい。それから、桜咲くビーズさんは、曽谷は抑えても打たれても実戦でたくさん経験を積んで、その上で自信をつけてシーズンを迎えてほしいですね、ということですね。比嘉ちゃんと阿部ちゃんは、比嘉と阿部ちゃんはオープン戦とはいえさすがに心配になる内容でした。まあ、今日に関してはね、次期待しませんね。マチャドの四球2つも、まあそうだけどもさ、マチャドも初めてなんだよ、マウンドね。それを考えたらね、まあそれは不安要素を挙げればなんぼでも挙げられますわ、これはどのチームもね。シーちゃんさん、
仕事中にラジオみたいな形で聞いておりました。今日はリリーフ陣が打たれましたが、ソタニがローテ入りへいいアピールできましたね。あとは T が先制タイムリーを打つ結果を残しましたということで、今年はできれば現地でホームラン見たい、見たいね、 T さんの一発ね。牛子さん、なんか残念な結果というか、なんというか、投手陣もうまく仕上がってきている人とそうでない人の差ができてきているのかな、気のせいかな。まだシーズン突入まではしばらくあるので、しっかり調整してもらえれば良いです。曽谷君、ローテに入ってほしいです。期待できそうです。まあね、今日は素晴らしいピッチングだったと思います。はい、いつも勝たなあかんコートさん、体調不良で試合見られず結果だけ見てうーんって感じですかねということですね。良い人悪い人がはっきり分かれた感じですかねということですね。おっしゃる通りですね。坂東香織さん、良い部分と悪い部分両方出たのは日曜と一緒ですが、今日に関しては物足りない部分が多かったかなと。先発陣は心配なさそうなのですが、中継ぎ陣に不安要素が多いのが気になります。ということですね。まあ、結果的に今そうなってるんでね、これをどうじゃあ個人としてチームとしてこうやっていくのかっていうことになってくるわね。ありがとうございます。チャコリンさん、ソタニはよく投げましたね。打つ方ではなかなか点が取れませんでした。開幕までに調子を上げてほしいですということですね。ゴリさんは、今日は残念な結果に終わりましたが、切り替えて明日勝ちましょう、連敗は避けて次につなげましょうということ。開幕戦までに、準備をして万全の体制で4連覇に挑みましょうということ。そうですね、はい。ゆうたさんも、まだオープン戦も始まったばっかりですからね、日賀さん、なべちゃんも開幕まで、修正してくれるはずです。そうだね、俺もそう、そう信じてます。それから田中幸次郎さん、良い人はかなりアピールして、ダメだった人が少し心配になるほどやられたかなとスコア的には思いますと。まだ開幕までは、あるので、本番で抑えてくれれば、何ら問題はないと思いますが、中継ぎ実績組の副調はマストだと思うので修正してほしいですねということですね。はい、軟骨の唐揚げさん、打線は悪くないのですが、ここぞという場面で一打がもう少し欲しいかなと、ヒットの数の割には得点が少ないかなと個人的には思いました。あのさ、そうなんだ、確かにここで1本っていうところで出ればよかったんだけど、ただね、シーズン中だったらここはバントだろうなっていうことをしないでしょ。今みんなちゃんと打っていく、まあ、その結果ゲッツーになるとか、バントしてたら例えばノーアウト二塁一塁が二塁三塁になって、そうするとさ全然攻め方も変わってくるしね。だからまあ今はそういう細かい作戦あまりやってないんで、ここ一番で出ないという感じではないよね。だからつながもう本当にもう普通に打っていてつながるかつながらないかっていう感じなんで、作戦がまだそんなにないじゃない。今は個人のもうバッティングっていうところに頼ってる部分があると思うんでね、これに作戦が入ってきたらまたちょっと変わってくるとは思いますよ。だから1本出ないっていうのもあるけども、1本出るシチュエーションをもっと本番なら作れるはずだと僕は思っております。ナオキット77さんは、何とも言えない逆転負け、でも曽谷君はナイスピッチでした。まあ皆さん同じね、論調だね。ということかな。よりよりメタルさんは、今日は休憩中にちらちらと見ておりましたが、大好きな大前さん野田さんのコンビで嬉しかったです。ありがとうね。そったんの高騰が何よりも嬉しい。ローテ入りへ期待が膨らみます。おっしゃる通りですね。頑張ってほしいな。ラバン99さん、7回以降しか見ることはできませんでしたが、特に結果が思わしくなかった選手にはしっかり課題を確認して解消していってほしいです。おっしゃる通りだね。ありがとうございます。まあそんな感じでね、皆さんたくさん頂戴しておりますけれども、はい、まあ、そんな感じですよ。それはまあ全部は勝てませんしね、そうなんだけどさね。あ、伏見たらいさんは、中継ぎは開幕前に課題が分かったと前向きに調整してほしいです、ね。そうだね。T さんのタイムリーは嬉しくて何度も見返しました。かっこ仕事中、仕事してください。また俊太の誕生日にカードが当たって嬉しかったね。今日良かったね。まあ、俊太出てくるとやっぱ球場全体からさ拍手が沸き起こっておりました。負けたけどなんだか嬉しい試合でした。斉藤投手も元気そうでした。そうだね、なんか知った顔がいっぱいいて良かったね、本当にね。というわけで、はい、たくさんのメッセージ全部ご紹介できませんでしたが、ありがとうございました。明日はね、明日もやりますけれども、また遅くなるかもしれません。
明日は僕は夕方夜から8時ぐらいまでは東京でパーティーの司会をしております、はい、またその結果見てねやりますんでまた見てください。カズチューブ、今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまた。負けるとね、負けるとね、どうしてもテンションが、でもオープン戦です。